どう思う？マーベルの次の主役、牛若丸太郎でございますね。マーベルのね、ニューヒーローにいてもおかしくないよね、この衣装。こいつはね、この兜実際にあったのかどうかは、僕も結構歴史は詳しいんですけれども、この兜は見たことないよね。作詞の兜だったと思うんですけれども、竹中半兵衛が、か黒田長政がね、かぶってたのかね、こんなバットマンみたいなやつね。まあ相変わらず大太刀しか使えない今日この頃でございますけれども、まあ、一応太刀のねデザインと手甲足甲ね、いろいろとこう、なんだろう、色合いを合わせてみてすごく良かったね。現代でもいけるんじゃない、これ、このファッションね。で、新しくなんかメガネもかけられるってことだよね。ちょっとメガネを追加したんですけれども、このマーベルの主人公みたいなね形にしたらね、メガネがね反映されないんだよね。ということで今日もやっていきましょう。いくぞ。まあ、いきなりあれですけどね、旅自宅です。ここは全部終わらせましたから。アルトアス、アルトアス、アルトアスワンバンコレグ。おお、歌さん、アルトアス、歌の字、歌の字はどこまで行ったんですか。ちょっとね、一緒にねできればいいですけどね。歌の字の方が先に行ってくれてるんであれば、お助けで来ていただけるとね、アルタス、アルタスな感じだな。ちょっとね、マーベル作品に出てきそうなね。秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。暗影編の終盤でござやす、絵文字。暗影編、何編なのかね、ちょっとその辺僕気にせず進んでるんで。3番目、おっと、癒しポイントじゃないかい。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。あら、いいじゃん。3番目、なるほどね。僕は今4番目にこれから突入でございます。猫のね、あ、二股ね。人に寄り添う我ら二玉。そしていいじゃん、より生まれ人を喰らう。この霊体をつけたいね。この二つの均衡をなくしては、世にあるすべての。いや、まだまだね、やっぱ斬新とか細かいテクニックはまだまだできませんね、やっぱりね。新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまう。天下太平がために戦う。まあ、上手い人のね、やっぱ動画をちょっと力を貸すが、拝聴させていただいて見たんですけれども、すごいね、連撃がすごい。わしがついてやる。あら、二股ついてくれんの。アルタス、気に入られたか。続きはかけながら話そう。もう歌の G はね、いろいろ妖怪技とか、ね、妖怪技とか相当使いこなすのかな、歌の G は。歌さんもね、動画出して配信してくれたらね、我ら遊びに行きますよ。家康様は無事に三河へ戻られた。なんかね、しかし合ってますね、今日。徳川が陣立てを整えるのはまだ先だ。半蔵と。でも布のじちゃんもカウンターにちゃんこ上手で文字。あれはもうね、ちょっともうちょっと相手の動きを見なきゃダメですね。
あ、静か岳の戦いをやるわけ。徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。なるほどね。勝家殿の居城は北の城。ここ伊賀より山を越え近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。やっぱりね、ちょっとカウンター気味に攻撃した方がいいのかなっていう感じはいたしますね。どちらかといったら先にね攻撃しちゃうのよね。ちょっと上手い人は一回防御して相手に攻撃させてから攻撃してるよね。あれ、たっす。まあそうね、歴史的には次そうだよね。山崎の合戦の後は静かだけの戦いになってくるのかな。あれ、たっす。行きましょう。仁王はやっぱなんとか揃えみたいなね、あの防具を3つ揃えると強くなるみたいなのがあるんで、結構こうファッションで遊べないっていうか遊びづらいね。怒ってるから、ね、おっと、もうちょっとファッション重視のゲームでお願いしたいんだけどね。ああ、またね、先出ししちゃうのよ、どうしても。うわ、デッカちゃん、デッカちゃんいるんだ。もう全部外、やるね。はい、全部外した。あいだ、こいつの強行くるくる回るのが来た。超、いや強いのよ、もうすごい強くなってきてるから。あぶれ、落水よくあるから、落水はね。あやかしが攻めてきよった。敵は秀吉軍ではなかったのか。あぶれ、あるとし。いや、なんか一応敵感知がねついてるからいるわ、上に。あ、上にいんのかな。こだまっちの音がするわ。あぶれ、貴様。あれ、あ、いたいたいた。あれ、どうす。誰が宝箱をねもうすでに取ってったのかな。あと斬新のなんかね、こう取った後にあれ型を変えると斬新ができるっていうのもついてるはずなんだけど、できませんね。違うのかな、ついてないのかな。あ、やばい、銃撃ってたわ、そういえばさっき。あれ、勝手に補充されてます。あるとす。銃ビルドっていうのもねちょっとやってみたいよね。ただまあまあ、まだまだまだ早う、早うございますから。もういるじゃん、もうそこに何々ビルドを作る前にね、もう少し操作に慣れた方がいいよね。
ここにいるよ、なんか誰か敵がいるよ、でげえやつが。まあ落ち着いてあれだね、敵の配置と地形を探りながらやっていきましょう。すぐ死んじゃうからね。もう少し防御力っていうか欲しいね。やっぱまあレベルなのかな。本能寺で信長が死ぬ、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は静ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。なるほどね。あ、ちょ、忘れちゃうのよね。忘れるっていうか間に合わないのよ。これはやっぱりあれだね、ソウルシリーズとかをやってたからかな。防御より回避ですからね、ブラッドボーンとかもそうですけど。多分開かないよね。開かないと思うんですけど、どうかな。あいつの感知能力がゴミでよかったわ。これ上敵感知ついててもね、高さまでは分かりませんから。タルメ、お市様やチャチャ様を奪うために私を差し向けおったか。誰や。あ、お前か。下道叫び声が相変わらずうるさいね。来るんじゃなかったかも。なんかいるわ。やっぱり、あ、ワニウドね。あぶれ。おう。あ、そうだ。やるじゃん。痛い。あ、落とす。ほほほい。今回避してたよ、ずっと。ノックバックしたら回避無効にされるのかな。なるほどね。あ、またあいつがいるところからか。無視です。おはようございます。あ、すごい、そんな技あんのね。初めて見たわ。あ、今日何その攻撃
そんなに、そんな攻撃したことあった今まで。ちょ、銃弾を補充しとかないと。いや、今日も京都でやばいね、これは。落命に次ぐ落命の、これは、記録を作れそうだね。お前そっち降りたらめんどくさい。危ない。バニュードを無視して開けちゃうっていう手は。おいおい、開いてないの。危ない危ない。ここどこに出てきたの。最初のとこかな。いやもう危ない危ない。それは当たんないね。うう、すげえ攻撃だな。危ないよ。あ、いいよ。ああ、今度やろう。復讐成功です。リベンジね。お、ここピヨピヨ言ってるわ。やっぱりね、スキルが整うまでね、大変でございますね、このゲームは。本当にあ、今来たところね。お、やばいやばいやばい。おボイスさん、ワンバンコでございます。打ち鳴らせば助けとなるじゃろう。間違えちゃった。まあまだまだね。あ、こいつがボスだった。まだまだ操作がね難しいよね。この斬新の他に、あ、こうやってやれば斬新できるって聞いたんだけど、できないんだよね。構えを変えるとってやつ。あべ、挟まっとるやん。ああ、挟まってるって今思ったら。あ、いた、あ、ついて。バカ。いや、やばい。ここは、僕は、鬼柴田だよ。あー、ここね、そうですよね。いた、死ぬ、アルタス。俺やっぱちょっと、一発食らった後に防御とか回避をしてもね、入力されないのかな。一番厳しいですよ。あ、ここが斉藤利光とどっちがねやばいかっていう感じですけれども。お
おい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 、多いね多いね、無視です。お前よかったな今の。いだ、え、どっから撃ってる？最近このね、鉄砲で狙って向こうも狙ってる時はこうやって動けるってことがね、初めて知りました。あれ、これで狙われなくて済むね。食べ、あっちら食べ。お、リオンさん、ワンバンコでございます。リオンさんもやってらっしゃるのかな。難しいよね。あ、間違えちゃった。まあまあ、結果ぐらいです。布番子メス。ワンバンコでございます。ね。これ究極の死にゲーです。あー何それ、あ、これじゃん。合ってた合ってた。これ塗り壁のやつもちょっとよくわかんないよね。塗り壁もあれかな、その時々違うのかな。発売日に購入クリア済み、アンスト済みです、絵文字。いや本当ですか。じゃあめちゃくちゃお上手なのね。このさ、打ってから斬新のこう型を変えるとなんか斬新するっていうやつあるじゃないですか。これついてないかな。これついてますよね。あ、流転これをねちょっとマスターしたいなと思って。でもねなんか変わらないような気がする。変わった？ちょっとわかんないですね。ちょっと練習が必要かな、これはね。やっぱ初めのうちはもう本当にこれはもう究極の死にゲーですよね。ぷよぷよ言ってんだよな、この辺で。のさん絵文字のキラキラ、今日持ってますか？あ、逆風もあるよ。キティさんワンバンコでございます。今日持ってますか。アルトス、なかなかねもう進まないよね。こないだは大曲がときの浅井長政でそこで終わるかっていう思うくらい死にましたね。あれ、その辺にいるんだけどな、こだまっち。いや早くね。こんばんは、絵文字のキラキラ。こっちで合ってたの？と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天使に見え。早くね、いい武器っていうか今スキルアップ、スキルアップしたいですね。おっと、いやこんなところで戦うのちょっとまずいんじゃないですかね。あ、ちょ、あ、また間違えた。おい、丸を押したつもりが三角になってたわ。すごい勢いだったじゃん、オーニュード。どっから行くのが正解？こっち、あ、こっちはいけないんだよね。こっちだね。
あ、こっちです。あそこじゃん。なるほど。お前いたのね。この距離で気づかないのも相当よ。アルファ、あ、アルファスワンバンコでございます。繰り返し P すべてのの濁点絵文字。コメントをスキップします。ボウヨミちゃん、ボウヨミちゃんが済みです。絵文字、あ、ズノさん絵文字。ここのキラキラ今日持ってますか。ここあれじゃん。もあるよ。キピさん爆笑の。ボイスターさんこんばんは。絵文字のキラキラ。怪我の巧妙だね。さんと一緒に見ようにしたいな。絵文字。宝の場所とか言われるのやだったりしますか。ナイスキラキラ。いやそんなことないです。いや今なんかね何にもしてないのに爆発してここが開きましたね。あいつがちょっと引き金になってたのかな。一応僕もね DLC を買いましたんで、これはね逃げた方がいい、逃げた方がいいよ。こういう多い、結構来るね。グイグイ来るタイプ。まああの体育会系だもんね、どっちかって言ったら。そうこれよ、これを出したかったんですよ。日大系だね、どっちかって言ったら。亀裂入ってる壁は大筒なら危ない。あ、ぴったしだった。あれトス、あキティさんそうなんですね。前もあったのかな、そしたらそういう壁が。なんで壊れたんだろうね。あっと、あーバレた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 。オナラッチ、オナラッチにバレたわ。ちょっとえー、来た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 。おー危ないよ。どこに、あーやばいやばい。2連続オナラはダメでしょ。あっつ、危ない。あいつどこ行った。あ、落っこったのね。知りませんよそんなの。もうそしたらここ開けちゃうとおならしも入ってくんじゃない。あれこの後ろにいそうなんだけど、小玉が、小玉ちゃんが。いやここ開ける意味ある？ないよね。何のショートカットなんだろうね。ルノさん、キティさん、フィーファ兄さん買っちゃいましたよ絵文字。フィーファ兄さん、サッカーゲームですか？俺ポスターさんサッカーやられるんですか。サカツクとかね昔よくやったわ。うう、あいつもねすごい攻撃力だからね。どうしようかな、あいつだけかな。結構すぐ気づくんだよね。ボイスターさん、ニューオープンとキングさん、セクサキラ。いいよ。あ、ちょ。まだ？あ、どっか行っちゃった。あ、倒したのね。そうですよ。サッカー選手が好きですよ。あー、いいっすね。僕もサッカー見る線ですけどね。好きですよ。最近あのもうテレビのあの何ですかね、アンテナ線を張ってないんでね。いやさっきの苦い思い出が、あやばい、危ない。バックトゥザフューチャー、バックトゥザフューチャーじゃん。やめて、あっつ、やばいやばい、また来るよ。
またよくわかんない攻撃。やばい。おー、ぶら。おー、ぶら。こんな強かったんだね、ワニュードね。ミオウに強化中ですよ。僕もですよ。確かにフューチャー、わら。フューチャーでしたね。アルトス。必死になりやがって。まあ、レベルがね、皆さん相当なタコございますからね。コダマッチがなんか言ってんのよ、こキュルキュルって、まあ、表現が難しいですけど、あのコダマのね音って。サッカーはよくわからない。金3箇所あるよ。あ、金は鳴らさないとダメなんですかこれ。そうなんだ。あれ、さっきのワニュードみたいな感じで敵が鳴らしてくれるのかな。まあどうなんでしょうかね。分かりづらいよね。でもね、もしそれが何かのギミックだとすればね。もうちょっと分かりやすくしてほしいね。うわ、おならしがいるわ。あ、結構硬くなってるのね。叫び声が相変わらずね、すごいわ。おならっち。あ、なんか投げてきたこれ。何投げてきたの。これが間に合わないのよね、今の攻撃が。え、だ、やばいやばい。あ、やばい、これ、おえになる。シューじゃねえから。あ、あったー。あ、うんち投げてきてんすか、あれ。やられたわ。だんだんこのね、お宮と死ぬ場所が遠くなってきてるんだよね。多分あいつを超えたらね、きっと社が近かったと思うんですけど、僕の予想では。あれ、こっち行った。あ、踏んだま、クソ玉ね。あ、こっちでいいんだね。あれ、あー、なるほど、こっちじゃないわ。結構同じようなね、見た目のステージが多いんでね、迷うことが多々ありますね、ニオは。こっち行ったっけ。こっち来てないんじゃない。アルトス。あ、ここはショートカットじゃん。やばいやばい。自分みたいな方向音痴には過酷。これはね、大変でございますね。キティさんなんですか。方向音痴なの。ああ、悪玉マッチ。仁王やって美人いればわかるよ。踏ん玉もあげなあかんところがあるよ。そうなんですね。踏ん玉でも こいつに1回あげたら喜んでくれたから、2回目あげたらめっちゃ怒られましたけどね。めっちゃ殴られたけど。
雷のお守りをあげようじゃ君には。おお、いっぱいくれんじゃん。でもあんまりいいものではないね、やっぱね。紫色のをあげないとダメね。うわ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 、ここもお金が、金あるじゃないですか、ここに。おやべやべやべ、おい、大絶持っとるやん、バカタレ。極度の方向音痴には迷ってることすらわからないので大丈夫です。なるほどね。旅行とかね、大変だよね。方向音痴だとね。お、温泉じゃん。あったっす。今入ってもいいのかな？使っときましょう。あ、メガネしてたわ今一瞬。あったっす。あれ、ここ勝手になるのかな。わあ、水かぶってけど、あれ、ここ水入ってないじゃん。あれ、水ないのといけませんよ。引っ越して1週間経ったのに家に帰れないことありました。冗談だとダメとかあるのかな。引っ越して1週間リオさんすごいね。あの斬新のあれですか、新しい、なんだっけ、肩変えるやつ。あ、本当だ。でも冗談でダメだったら、それはちょっとおかしな話ですよね。ダメだね。なんかでも今、これだったらいけたけど、あれいけないわ。いけないじゃん。なんだろうね。早いのかな？早いのかな？早いのかな、もしかしたら。いやいや、そんなことないような気もするし。まあまあまあ、徐々にね、慣れていきましょう。下の300メートル圏内で迷子になれます。金のお話。あ、金のお話ね。なるほどね。あ、でも乗んない。もう鳴ってる判定なのかな、もしかしたら。あいつか。あ、こいつもいるのかい。いっぱいいるじゃん。うわー、もうやらしい、やらしいわ。うわ、早い。あ、買った。やるじゃん。やりますね。それで終わりかな。あった。あ、炭だったのね。なるほどね。強くなってね、こいつもめちゃくちゃ。危なっ。
やばい、攻撃力が足りなくなってきた。死ぬるは今ぞ。秀吉の兵を一人でも多く道連れにするのだ。これはもう金は OK ってことになってるのかな。この上だよね。あ、そっか、降りてきたのか。守護霊どこ。守護霊いないっす。どこ行ったんだろうね。多分この上で死んだから上にいるんじゃないですかね。これ今危機的状況ですね。守護霊がいない状況は本当に危機的な状況じゃないですか。これじゃない？いや、急に、うっ、うんこ投げられた。やばーやばいやばい。お前はその追いかけ方はね、もう本当にあれよ、ストーカーみたいだからね、やめた方がいいですよ。えへへ言ってるわ。あ、ぶらぶら。あ、もうすぐへするね。マジで危ない。遅かったわ。ちょひどいひどいひどい。ちょっと待って、あ、おならの、もうこんなとこまで追っかけてくんの、やばくないか。いや、もうまたうんこ投げてきた。こっちまで来ないんかい。あ、なんだそれ、グレートムタじゃねえか。危ないからね。あったし、そうね、完全に毒斬り図られました。あ、なになになに、あ、なにこれ、危ない。そういうのはずるいよな。危ないわ。お前は許されるか。あ、こっちもなんかあんのかな。信長様に仕えた者同士で争わねばならぬとは。あ、何ここ、意味深だね。あ、いる、なるほどね。帰れます。ああ、分かったよ、分かった分かった、ここがどこなのか。やっぱりね、さっき開かなかったとこね。あ、割れてます。オープンです。実は落とし穴のとこだ。これほんとあれだよね、もう下段はこうスッスッて動けるのに上段は転がっちゃうっていうね、ローリングになっちゃうっていう。いや、全部ね一緒でいいと思うんですけどね、個人的には。まあ上手くなっ、いるわ、ここに、この距離で気づかない。なるほどね。いや、これ火薬だるじゃない。あ、お前の方が早かったわ、しかもすげえ火力。慌てずね、慌てず。あっと、いるわ、
なんか外にいんのかな。あ、ショートカット見っけ。いや、もうこうね、分かれ道なのよね。もうそういえばそろそろはね、もう一個お宮ないの。お宮じゃないわ、社ね。おうおうおう、お一様、またしても落城の浮き目に合わねばならぬとは。ここは何の部屋なんだい。大して有用なものはないと。ちょっと芸能兵もかなり強くなってきた。あの侮りがたし。やば、ここじゃない？もしかしたらここじゃございません。ここは絶対ボスじゃん。もう右上のマップの丸がめちゃでかい。やば、これ絶対どうしようかな。特に使えるもんないんだよな。ちょっと行ってみましょう。あ、違う、年家じゃん。俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。あ、どんな攻撃してくんの。よ、あ、おいおい、やるじゃねえか。早い早い、攻撃が早い。おお、それね、突きが早いやつや。ああ、間違えちゃった。なるほど、案外隙がないのね。こっからなのよね。でもショートカット空いてるはずだからね。あ、そういうの復活しとんのかい。なんかいる。あ、そう、もう年家が映ってんのかい。ここの下なんかありそうだね。ここ行ったっけ。いや、そう、おならのおならっちいるんだったわ、そういえば。そうだ。あー、でもなー、お仕事中なので戻ります。 B、 すべてのの頑張ってください。リオンさん、アルタス、デコね、いつか一緒にできるといいですね。どうしようかな、こいつ。あ、弓だっけ、毒にできるやつって。あ、毒になったわ。もうハーハー言ってんのよ、ハーハー言ってんのよ。エペならいつでも笑う。あ、危ない。
エペはねちょっとやったことないんですよ。リオンさん、お仕事ファイトです絵文字。本当だね、お気をつけて。危ない、それはね。危ない危ないよ。スティさん、ありがとうございます。P アクセントナブラアクセントのではでは。アルタス、わざわざ見に来ていただいてね、ありがたいわ。ああ、そうだ、お前、おわ、ちょっと待って、お前いたんだね。嘘だろ。ああ、もうこんなところであれよ、回復薬がなくなっちゃうからね。ここなんかのショートカットじゃないの。ああ、落ちちゃったわ。ああ、ここがもう一個のショートカットだったのね。だったらね、あれだよ、おならしを通り越えれるわけね。なるほどね。まあこの短さで勝家はねえわとは思ったけど、なるほど、年家の方だった。あ、マハパンチ。なるほど。全部外れたよ。年家はね、若い頃信長にめちゃくちゃ抱かれたっていうね、逸話は残ってますけれども。春道ってやつですね。どうなんだろうね。今はまああんまり考えられないことですけどね。早いのよ。よしよ。いいだ。あ、かわされた。あ、なんか使ったな。嘘、それスーパーアーマーだろ。おい、あのくるくる回すのスーパーアーマーなのか。参ったね。危ない、結構伸びるね。あ、危ない、マハパンチ。どういう戦い方がいいのかな。槍の方が早い。あ、それはダメよ。それ本田忠勝もやったな、なんかそんなの。いや、早いわ。
長石倒したら最新の武器だよ。あるぞ。ああそれは早い早い早い。あ、それかい。早いのよね。うう。いやもうガードしてんだけどな。あ、スーパーアーマーだった、忘れてた。マジでそんなによく体力強いですね。ああ、せっかくの。3回4回。なるほど。マジでなんかやってくる。おい、なんだそれ。また新しい技を出してきたな。まあなんだろうね、勝てなくはないかなって感じはするけど、もうちょっと頑張ればね。ゴスバスは、おう、キツネさんワンパンコでございます。うや、いきなりか。今日あれじゃない、フランス戦あるんじゃない。あ、スーパーマン危な。もうずるくないか。おお、命よっちと戦ってるんですね。そうですね、命よっちと戦ってますね。めちゃくちゃ強し。次で4回目か5回目のチャレンジです。絵文字の、あぶれ、落っこちる。絵文字のキラキラ、なかなかむずしよ。モンスターさん、こんばんは。あらと、ちょっと助っ人ね、これで多分余裕です。なるほど。あ、一緒じゃん。絵文字キラキラ、まああれだね、マーベルに出てきそうなこの格好ね。一緒じゃん。掘ったわら、アルトス。もう仕方ないっすね、仕方ないっす。ゲームはね、楽しくないとね。アルトス、これでも余裕です。
危ない。おお、スケビト、スケビトやば。いいよ、うー、スーパーアーマーで、なんだそれ。いた、あ、それそれ、やばいやばいよ、危ない。でっかくなれ、あーちょ、でっかくなれ、あー、これ届かねえな。殴れ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 、あー、いいよ、ほらほら、余裕でございます。あったっす、ま、倒してはないですから。悪いやつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。いやーね、一人だとは無理かな。おギリギリじゃねえか。絵文字だ。まあ、あのスケビトもね、あれですからね、そんなに強くないですから。アルジのアルトス、デコイになってくれるだけで本当に助かるわ。まだあの素早い動きにはついていけないね。レベル上げられますね。何上げようかな。いや、ちょっとやっぱどうなんだ、武器の問題かな。大太刀のこのブー上げてもな、どうなんですかね。この陰陽術早々に解放してたの受けました、わら。あ、あの回復のですか。いや、回復がだってさ8個しかないよね、足りないですから。回復が、あれ、もうボス戦じゃないの、間違ったわ。お市の気配が近づいてきたようじゃの。じゃが、あと一つ大きな気配が、気をつけるのじゃぞ。ケビとのためにあるようなもんで、わら。そうですね、やっぱその場で動けないからね。わあ、何これ、どうやって行くの。あ、一回降りないとダメ。お、なんかいる、なんか来た、あ、びっくりした。お、味方だったわ。あ、登ってくんの、あ、すごい、階段の上に立ってたよ。あった、キティさんのあれかな、アムリタ吸収ので回復みたいなやつなんですかね。まあ、まだね、いい武器防具じゃないから、改造とかなんかそういうのはやってないですけどね。スケビト、スケビト頼むよ。やばいやばい、
野良スケビと必ず爆弾投げるよね。大砲持ってなかったっけさっき。ほら大砲さん面白いですね、わら。いやそうっすか。大砲持ってるのに大砲撃たないスケビとはね役に立ちませんから。これで君の実力を見せてくれ。あーすごい硬い。やばい、ペロンといくよ。あーあー、スケビトスケビト。スケビトそろそろ退場のお時間じゃないですか。まあでもね、アルタスってことで一応回復させていただきますよ。スケビトの方がなんか回復量多いんだけど、ずるくない？いやそこにいるのはおならしでは。いや見えないね。おならしか一本だたらかって感じがする。あ、ここに本当ウケる、わら、絵文字。アルタス。おお、だから結構ねスケビと意味も分からず抜刀するよね。その抜刀に驚いてしまいますから。無名氏とかもそうだよね。こっちがこうやって狙ってる後ろからいきなり抜刀するときあるから、めちゃくちゃ焦るからやめて。後ろに回る、後ろ取られたと思うじゃん。うわ一本ダタラッチじゃん、ダタラッチじゃん。あ、何その技、初めて見た。ちょっとダタラッチにバレちゃうから。あ、この位置でもね。うわバレとるやん、バレとる、ほらバレてるって。あばい、死ぬ死ぬ、バカ、大筒が。ああ大筒マンバカたれ、危な。一本だったらと引き、おいお前生きてたの、ひどくない今の。一回崩れたじゃん、一回崩れたよね。アルタスひどいわ、ひどい仕打ち。一回崩れて僕もう立てませんよって言っておいて、急に立ち上がって後ろから狙撃っていうね、それはないわな。今のは物いいですよ。そうこれね、紫の武器防具を上げた方がいいんだよね。これを上げたらさすがにまずいよね。入れなくなっちゃうね。あ、何を上げたらいいんだろうな。やはり槍。お、こんなのあった。私須玉ちゃんにいつもお酒あげちゃう。お酒でいいんですかね。何あげていいのか分かんないから。でもこう紫の武器とか防具とかあげるとたくさんくれるんだよね。ほら紫の武器に変えてくれるんですよ。歌さん絵文字、キラキラ。歌さん絵文字の歌の G ももうすごい強くなってますから、もうね吸収が早いのよね皆さんね。お酒あげたことない。キティさん P アクセントアクセント P のし絵文字キラキラ。ボイさんアクセントアクセントのしキラキラ。
あれこっち側の上って、あそっか、この柱で確か下道兵登ってたよね、こいつや。おい、いるのかい、こんにちは、そしてさよなら。あいつもいんのか、そっか、なんかおいしいもの置いてあります、そこに。なるほど、いや お宝がありそうでなさそうな雰囲気だね。どっちだ、どっちやねんってことなんですけども。おダッシュ、あれこっちが正規ルートなんじゃない、もしかしたら。うわそうだよねここじゃ多分だ、まだ早いのよ、ショートカーあるよ。そうですよね、多分どっかにショートカットあるはずだから、ここは勝家がいそうだから。攻撃力高いシグマのキラキラ、いやどうしようかな、そんな、まあね、スケビトをとりあえず一人召喚してみてですね、どんな攻撃してくんのかね。こっちじゃない、あ、こだまっち、あ、そっか、こっち側に出てくるのね。あれどこにショートカットあるのかな、ウタさんも攻撃力高いですね上です、あ、上ですか、こっちかな、アイテムがあるってことはね。あ、コーダーマッチもいる、あそこに、さっきいた、あれいけないじゃん、あ、落っこってこないとダメ、もしかして。あ、こっちに社がある、マークがついてるってことは、ああ、あれだ、あ、でもこっから来たんだよね確かね、そうだそうだ、こっから来て、うわやらしいとこにいるわ、そこにも、もう一個上じゃん、あ、そっか、もうここのステージ相当めんどくさし、そうだよね、あー危ない、落ちる、あー危なかったわ、だからここが中途半端だったのね。オルトス。うわ、まだいるの？オダマッチ。ショートカットね。あっと、やっちまったぜ。あつ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 。これ対馬みたいに転がったら治るとかはないのかな？お前いたのか、何が正解ですかね、今のボスの回に
ああ、そうですか。今のボスの回に。なるほどね。これかな。人生50年。あ、違ったみたいだね。じゃあ、お茶会かな。あ、ダメだった。おい、それは反則じゃねえか。爆発修理券で。ここにいれば当たりませんから。アルタス。どうやって倒そうかな。危ない。隠れろ。いいじゃない。ドアップ塗り壁です。塗り壁の破片を落としてくんねえかな。あ、ここにいた。これで全部じゃない。こだまっち、いや、まだいるのかい。多くねえか。後で探すのが大変なのよね。一匹だけ見つからないとかだと。あれ、こっちじゃないよね。いや、さっきのとこでよかったんじゃん。こっちやで。でこっちだよね。こっちの奥ってことねえし。こっちじゃねえのかな。ここでもないと。階登らないとこ。階段登らないとこ。柱を倒す。ああ、なるほどね。倒せる柱ある。柱、あ、それかな。ああ、わかりましたよ。アルタス、これでしょ。右の方に。天才や、天才や。アルタス、これだ。正解を引き当てましたよ。名探偵でございます。これ何。一定量無効化するのか。なるほどね。あ、でもこれもそういえば覚えたね。なんか違うのをつけてった方がいいんじゃないかな。これは今全然使ってないから、これか。結界符を使用できる。ボスズヨシよ。みんなそう言うからね。ちょっと本当にヤバそうだね。防御力が増加と、この気力と防御力増加。あ、これか。これでど、でも倒したら泣けるよ。いや、本当ですか。そんなにいっぱい使えるかな。これも使いましょう。
これで全部だよね。あれなんか強い武器取ってない？これで見るのが一番早いわな。うわどうなんでしょうかね。このマイナスのゲージが本当気になっちゃうのよね。あ、まあ、強いっちゃ強いか。泣く前にスケビトさん読んじゃうぬのさん笑。そうっすね。850。これプラスが多いのよね。崩しがプラス12だからさ。気力マイナスか。まあでもどうでしょうか。128、125。まあちょっとこっちをつけてみようかな。ああちょっとファッション的に、ファッション的に良くないわ。色合い的にね。諦め早いのがムノさんカラー絵文字。そうっすね。やっぱりまあゲームは楽しくってことでね。あ、やっぱこれがね、この色合いがいいよ。鞘のこれとこの太刀のぼんぼりみたいなね、邪魔くさぼんぼり、絶対邪魔でしょっていう、これがいいのよ。おしゃれは我慢することだっていうね、いうふうに僕は教わりましたから。暑くても革ジャン着るぜっていうね、寒くても革ジャンだっていうことでございますよ。あれこれなんだっけ、これは？よし、これでいいんじゃないですか。な、こんなんじゃなかったじゃん。ああ、そっか、化け物になったのか。霊石のせいで。え、もう始まるの？おおおお、あ、危ない。いや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 、あっつ、あ、もう見えない見えない、何が何だか分かんない、く終わってしまいましたよ。まあ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 、今1回目はね、動きを見るってことだよね。あ、そっか、なんか刀になんか塗ればいいんじゃないですかね。そうね、死を助けるためですよ。あ、お市さんをですか。まあみんな化け物になってしまいますから、ここの住民は基本的にね。何の属性が弱いんだろうね。ここ火だから水かな。でもこの刀自体に火のあれがついてるんですけど、火の特性がついてる刀に水まといのお札いいのかな。使っときましょう。そしてよくわかんないお札をいっぱいつけてからもう一回ね。いや全然、おお、なるほどね。これやったら毒やっつけたよ。いやこれね、
あーやっぱガードの方がいいのかな。それ何？今の攻撃がチャンスかな。これ何？うわ早いな。間違えちゃった。聞いてないんじゃない？今の。それはダメだ。あ、まずいかも。あ、ほら。頑張れるの3文字。勝ち合っちゃうのよね、ちょっとね。いいよ。この妖怪技はダメだわ。アルタス、これ以上変化しないんであればなんとかなりそうな気もします。ちょっと妖怪を変えよう。あ、これです。いい感じ、キラキラ。まあそうですね、なんとかなるんじゃねえかなっていうふうに思います。これをまず癒着しましょう。ここにしよう。あとは生ハゲはな、どうなんだろう、聞いてたかな。癒着わらあれ癒着じゃないですか。火だから水。ああどうしようかな、使いやすいところに置きたいな。ここにしましょう。漂着っていうんですか。アルトス、あと貨車かな、どうなんですかね。テッソはな、テッソはダメですね。ちょっと貨車にしましょう。あれどこ行った。あ、これね。あ、ダメだわ。あれこれ今これに変えなかったっけ。どれ変えた、これ。あ、これ変えれるじゃん。あ、今これね、こっちは服ね。そっかそっか。三角が産めで、貨車は×かな。もう覚えてないわ。やばし。案外あのお札が効いてんじゃない、この初めて使うお札たちが。みんなね、なんか忍術みたいなのやってますけどね。
なんだ今のは。ああ、おう、嘘だろ。防御してるって。あ、それ回復チャンス。うんと。回復しよう。なるほどね。なんとなく動きが分かってはきたけど、ああそれまずかったんじゃない。あ、危ない。おお、そうだった。嘘。うわ、何それ。あ、新しい動きが、新しい動きが、なんだそれ。新しいじゃん動きが。なるほどね。産めはね、なんか向こうの常世の時間を減らしてくれるって言ってたんですけど、そんなに減ってなかったような気がするな。バーツ、バーツがあれか。行きましょう。あ、遠かったわ。あ、それそれ、なんだそれ。あ、いや、マジでそれ一撃。こんな狭い部屋であんな動きされたらさ、ちょっと産めじゃない方がいいかな。僕にはまだ使いこなせないな、産めが。何がいいかな。遠くから撃つような感じの方がいいような気が。かわして後ろで攻撃。あ、やっぱそうですか。やっぱそんな感じはするよね。カーシャがね、カーシャの方がいいのかな。でもあれがね、こんなのだったらもう余裕でボコられそうだな。案外芸道兵もいいんじゃないかな。癒着しましょう。あれ、あ、ここだわ。これが三角で、産めのところに貨車を入れとこうかな。ワーニュードどんな、あ、ワーニュード体当たりか。体当たりはちょっとね、
両面スクナもちょっとな。あれカシャいなくなっちゃったじゃん。あれカーシャいなかったっけ。あ、いたわ。あれだす。これね、ちょっとこれでやってみよう。まあでもあんまり妖怪に頼らないように立ち回らないと。ああ、落ちちゃった。強いねやっぱね。強いっていうか、なんだろう、まだ動きが完全に把握できてない感じが個人的に。ちょ、スネコッチも呼んでいいかな。スネコッチ1匹使ってみていいですか。めっちゃスリスリしてる。いいね。あるとす。これでやってみよう。爆発しろ。あ、近かったわ。おい、近すぎた。ちょっともうちょい距離取った方がいいかな。しかも貨車出しちゃったし、丸とね、丸ボタンと三角ボタン一緒に押しちゃうのよね。あ、俺倒す。いや、せっかく大事なスネゴッチがいたのに。あれ、何これ。ああ、守護霊はみ出とるやん。おい、前守護霊。いや、中途半端に出すよりは2匹出そう。2匹出して、いやいや、よし、行きましょう。振り下ろすまであった。なんか増えてる。ほら、振り下ろすしないじゃん今。俺もお主は何回も死にまくったよ。いいよ、いいよ、いいよ。お、いいんじゃない。おっと、いいよ。写真撮りた、フォトモードにしたかった。あぶら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 。あー、それ死ぬ。あぶら、あ、いや、もうずるいよ本当に。間に合わないってどう考えても。もうちょっとなんかないかな。スネコッチがもったいないね。ちょっとスネコッチは お休みかなこれ。次は、妖怪だよね。塩有効じゃなかったっけ確か。塩、あ、いいか、毒のやつ
もういらないっちゃいらないだな。行きましょう。危な、振り下ろしてくるときとね、振り下ろしてこないときとありますね。すごいじゃん。あれ塩撒いてるぞ。いで。今だ。これね、そうだね。あ、これこれこれが攻撃タイミングだよね。攻撃する。ここだ。よくバッタは。あ、落とす。あー、それ。これどうやって防ぐ？痛い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 。やばい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 。あれどうやって防ぐんだろうね。あのズン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 って進んでくるやつ。完全に避けなきゃダメかな。まだ完全に動きが読めないな。塩は役に立たなかったね、どうやら。使い方なんだろうけどな。じゃ雷使ってみよう。行こう。よし、いいよ。早速やってくれた。届いてねえし。届いてないのよ。これね、また次何の攻撃しよう。あ、それね。あるとす。そろそろ必殺技打ってきそうだね。そればっかりや。まあまあまあ、同じ方向に逃げんな。ああ、それそれそれ。どうやって完全に逃げれるの。いや、もうそれをどうやって避けんの。あれあれさえ避けられれば多分なんとかいけそうだね。これカミナリも結構効いてたような気がするんだけど、んなことはないのかな。難しいわ。あれ
いやでもなんか一番まともに戦えそうなボスだなって感じがしますよね。他はね早すぎんのよ動きが。おおいね、その引き戻しはない時とある時あんじゃん。ダメ。ふう。いいよ。ああやばい。ああもうわかんねえな。あれ今押してたんだけどな。下ろしてこない？うーわー、あー難しい。下からこうグッてきて上に上から下ろしてくるときと下ろしてこないときがあるから、どっちか分かりづらしい。であのね、だんだん攻撃とね、防御力アップしてもあれだからね。あ、毒にしちゃった。あ、いいよ、一番最初それでラッキーじゃん。次よ。あ、これそれそれそれだ。そっか、後ろに回ればいいのか。でもまあ簡単にはいかんよね。そういうことか。よかった。ああそれそれそれ、もうそれそれがどうしたらいいの。あの攻撃さえなければ勝てるけどまあなければっていうか、あれをどうやって避けるかだよね。全防御でいいのか、まあ受け流しみたいのがあればね、もう少しなんとかなるのかなと思いますけどね。狙いは悪くないと思う。あ、もう一回捕まっちゃうとね。あ、もうこれダメでしょ。あ、よし。帰ってくる。あ、ちょっと距離が近いわ。パクリ。
回目、3回来るのは聞いてないぞ。来たよ、これ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 、おお、避け切ったわ、おいで回復しよう。ああ、それはまずいよ、それもまずいわ。うわ、出たよ、いいだ、あー、もう回復がないずら。これは無理なのかな。よしよ。あー、もう回復がねえずらぜ。帰ってくる。もう一回来る。いいよ。もう一回来るのは聞いてない。4回は聞いてないわ。おいよ。あ、それはやばいんじゃねえかな。もう無理なんじゃねえかな、この状況。あ、出た。ああ、もうあれで死んじゃう、炎で死んじゃうわ。それはね、こういうことっぽいね。ああ、撃ったし、まあまあまあ仕方ないよね。最初にダメージ食らいすぎたわ。見つけましたよ。これでね、いけるかな。こっち、よし行きましょう。ここでパクリだね。危ない。
いいよ。ちょっと欲張ったじゃあ、アルタス。ちょっと欲張ったね。やっぱり間が分かってるタイミングだけ攻撃するべきかな。すねこっちがもったいないことした。でも回復の感じは良かったんだけどな。回復は持ちそうだったのに。こいつはきついぜこれ。じゃあ4匹しかいないの？じゃあ1匹だけ使いましょう。なんとか行きたいね。なんとか自力でなんとかしたいね。ああ欲張ったわ。あ、さっきと違う動きしてるけど。それか。あー、危ない。叩け。お、やりましたんじゃないですか。いや、危ない。やりましたんじゃないですか。これはやりました。人生50年下天のうちを比べればってことでございます。アルタス、行ったぜ。
いや強かったけど一番たの一番楽しいね、一番楽しいあれかな、ボスだったかな、個人的にね。ちょっとあれかな、撮影させていただいていいですか、活演師どういう感じがいいかな。じゃあね、こっちじゃなくてね、そっちに、ああちょっとずれたな、あこれダメです、撮影で、あっち間違えちゃった、多いんじゃないですかこれ、どうかな、ちょっと間抜けなのよね、この最後のフィニッシュがね。でもいいよね、あ綺麗だわ、すごい勝った、これはいいんじゃない、これは美しいんじゃないですか。あこれね、じゃあビビットじゃないわ、あいいねいいね、フレームがいいのかないのかな、これフレームいらないっしょ多分、一応いやどうかな、いフレームいらないねこれはね、ロゴだけつけておきますか、上いいねいいね、これいいっすね、これはいいんじゃないですか、あーロゴいらねえかな、ロゴここかな、入れるとしたら、いやロゴいるこれはいいんじゃない、ちょっと撮影させていただきますよ、失礼しますよ、これはいいね、絵巻物みたいなね感じだね、アルトス、いやいけましたね、強かったねやっぱり、いやもう名残惜しゅうございますね、このミッション終わらせんのがね、背中に大変なことになってない、まあ先に進まないとねいけませんから、行きましょう、いやいけるとは思ってなかったわ、私が人を救うか、一応頼めるか、なるほどね、あれ勝家を助けてくれって言われてなかったっけ、まあ勝家もね最後は凄まじい切腹の仕方してね、北の将軍と燃え上がったっていう話でございますけれども、最後の願いを霊石に託したまで、なるほどね、ちょっとやっぱりあのベルセルクみたいなね、ベヘリットみたいな、何の未練があろう、でもどうなんですかね、お市の方と勝家の間には子供はいなかったのかな、また難儀させてすまん
ちょっとお市が若すぎるかな。まあ勝家の男気っていうことですかね。あ、ダメよ。あれ、あー、ちょっと約束守れなかったじゃん秀の字。霊石が守ってくれたんかな。アルトス、ついにね、秀吉はこれで目の上の炭鉱部が一つ減ったってことでね。猫股の声はもうちょっと可愛い声にしてほしかったな。すごいいっぱい何追加ミッション出てきたじゃん。こっからが本番だよってこと。まあ参っちゃうね。二条の剣豪ってあれ、足利義輝。すごいな、これは大変ですよ。あ、小玉一匹見つかんなかったのね、残念。ちょっとあれだよね、奉納しないと。物がたくさんありすぎ問題だから。だんだん強い武器がね手に入るようになりました。あ、なるほどね、マタザの槍手に入ってるやん。いいね。わあ、まあでも今日はこのね、真意っていうのかな、これ。これがデザイン的に好きなんでね、これを使っていきましょう、今日はね。強い、せっかく強い武器が手に入ったんですけどね。残念だわ。素手もね、素手じゃないや、このコテもやってみたいね。コテなのか何なのか。ちょ、防具は後にしよう。さてと、ここからだよね、修行。あれ何、これいけないじゃん。あ、条件があんのね。あ、マジで、これあれか。太刀とかの、あれだよね。成長っていうか、経験値みたいのがないといけないのね。あはは。すごいわ。そういうことか。ちょっとね、トイレに行ってこようかな。失礼しますよ。
さてとどうしようかな。91？ まあ91じゃん、どっちもね。何この配信ミッションって、初めて見た。これをやってみましょうか。じゃあ、あ、立ち合いは嫌だね。こっちにしよう。立ち合い、もう今柴田勝家とやったばっかりだからね。あ、小牧長久手の戦いね。なるほど、信雄と家康との 対峙ね。信雄が裏切んなかったらもっと面白かったんだろうけどね、小牧長久手の戦いはね。あ、無名氏久しぶりだね。やっぱマーベルのあれだわ、ダークヒーロー感すごい強く出てますね、今回の僕のファッションはね。もしや明智。今の自分は一階の層、天界で。あ、やっぱ天界になったんだ。天界説ね。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。天界が出てくるのはもちろん後な話でございますけれどもね。本当は畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。天下の茶人に向かって、これはちょっとあれかな。さよう、この国は滅ぶやもしれません。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。あ、すごい守護霊だね。どうなんですかね、利休はこの当時そこまで堺に影響力あったのかな。利休殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。いいファッションですね。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。あ、やっとなんかくれるのね。アルタス、やふせぎのお札っていうことは何？矢玉が、ああ、やっぱりね、鉄砲が仕掛けがあるやもしれぬ。いっぱい出てくるね。あ、満タンでした。ちょっと守護霊じゃないや、またあれを変えた方がいいかな。どうなんでしょうか。一つ目鬼もね、最近使ってないんだよな、あんまり。いいか、とりあえずこれでいってみようか。バイ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 。おお、あったっす。
あ、こんなところにも帰り道を教えるとすここだから、ここここよ、すぐ近くまで来とったやん。あー、なんか忍者が多いのかな。じゃあいるわ。あ、人なのね、妖怪ではなかったか。この距離でも気づかずね。あ、気づく、さすがアルトス。何城これ、犬山城ですか。あれ、あ、こっち行けんのね。あ、行けないじゃん、そこに、そこにお宝があるのに。どうやって行くのかな、あれは。またもう内側からね、必ず内側で閉じられてますから。アルタス、銃ビルドね、作ってみたいね。あ、ちょ、あ、いい感じで落ちてきたわ。いいね。何かな、ここは。先に開けてからの方がいいね。ああ、いったごめんね。あべ、あ、ついえ、遅くなってる。なるほどね、一旦方面は遅くしてくる。あった、一旦方面を切る者の称号をいただいた。ボスにも使えるならね、すごい有効だよね、相手を遅くできればね。お前風呂入ってたのかい。じゃあちょっと僕も入ろうかな、失礼します。いい湯だな、あははんっていうことだね。あ、おゆいるじゃん、ドアの陰に隠れてること多いね。ここは、あ、ここは入れないのね。徳川の陣地なのか、あれ、秀吉の陣地なのか、ちょっと分かりづらいですね、これ。あ、もうバレてました。あ、66首じゃないだけすごいスムーズよ。おいおい、誰が撃っていいっつったんだい。お前か、お前っぽいね。背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。やばい、行くぞ。
やばいやばいやばい、これはやらかした。複数戦はダメよ。誰だお前は。あ、居合斬りしようとしてる。やめて。おお、すごい。なんだこいつ。名のある武将か。爆発するぞ、気をつけろ。シュッ、爆発するぞね。オープン。ああ、こいつ居合斬りしようとするわ。好きやらしい。強っ。父上、お許しを。すけ、元助、誰だろうな。そんな幼名でね呼ばれても分かんないから。長久手にいて親父と参戦してるって言ったら池田かな。池田輝政ですか。輝政は生きてたよね確か。あ、ちょう、つるくないですよ。危ない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 。こ、お前見て。誰が撃ってんの。いるわ。なるほどね。お前か。許さないかな。応絶はね、ダメよ。そこでやっていくんだい。あ、こっちから行くのね。ニオはね、うまく隠してるよね、道をね。見つけられないよ、ほんと。うまいわ。一体何のための逮捕なんだろうね、これはね。あ、あ、ヤシロかな、あれ。ミッケ。ああ、ヤシロど。あ、半蔵かな。びっくりしたわ。あ、弾補充しなくて大丈夫。やっぱもう結構使ってますからね、切れちゃうのよ。新しい甲冑とかね、ないかな。おい、マジで。こっちから飛び移ったりできない。できません。そんなゲームじゃないよね。オルトス来たな。秀千代殿、お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。なるほどね。わしも共に参る。これも完全にダークヒーローのね、出来上がりですよ。これは色合いもすごい一致してんじゃん。
はすごいわ。相棒としては申し分ないね。あ、間違えちゃった。ほら頼むぜということでね、行きましょう。うわ、ゲート砲兵が2人もいる。半蔵殿、半蔵殿、半蔵殿、おい、どっから出てきたのよ。やばい、半蔵殿助けてくれ。あーはー、半蔵殿、アルトス、ちょ、小玉がいたのよ今、ビッケって思ったのよね。コンボださっきからさ、すぐそばにいるじゃん。どっから出てきたのあれ、あのでっかい骸骨系は。あ、外したわ。あ、なんか来てるんじゃない、大丈夫、やっぱり来てるわ。さあ硬い、硬し、なんだ、おお、びっくりした、お前か、うわっと熱し、ちょ、半蔵殿お願いします。この橋やばくねえか、うー、六六首じゃん。ちょっと半蔵殿仕留めといてくれよ、そいつ頼む。ナイス、もう次から次へと、めんどくさいね、危ないよ、死ぬ死ぬ死ぬ、いけ、ベイブレード、あー死ぬ、あった、やばい。あ、半蔵殿も行ったんじゃない。お前はいいよね、無限に立ち上がれて。本当にその不屈の精神を分けてくれよ、まったく。ちょっとさっこういきなりこの橋渡るべからずじゃないか、一休さんじゃないかよ。ちょっとあんま先に行かない方がいいよ、こっちにおびき寄せよ、半蔵氏。ほらもうなんかいるの、あそこに。外した。あ、もうないじゃん、弾が。早くね。ちょっと半蔵氏申し訳ないけど。あいつはやべえぜ。で寄ってったらめっちゃ集団でボコられるってことがさっき分かったんだよね。遅かったわ。おい、ナイスバッティング。こいつ何、スーパーアーマーなの。ゼロアムリタでございます。あ、そうだ、弾補充すりゃいいのね。ちょっとお札使っちゃおうかな。何のお札か忘れちゃったけど、確かね、防御のお札もあったはず。あ、さらに毒も塗っちゃおうかな。やばいやばい、
ナイスバッティング君が来た。ナイスバッティング君。あ、毒で死にやがったぜ。ざまねえな、おい。ナイスバッティング。強すぎじゃねえか。ふう。新手だ。まだ気は抜けんぞ。知ってますよ。全然当たんない。ううう。そうね。やばいやばい、こっち来ちゃった。暑すぎだろ。調子ね。一番わかりやすい死に方。足のようにも見えない、ね。ここに来て、ここに来てやばし。あ、ロックロックビーももう出てるじゃん。あんまり近づきたくないな。あんまり近づいたらね、いるから。いいよ。なあ、どっちも嫌だけど、まあね。バニュードから来た、来たよ、ほら服部くん。もう後ろが弱点ね。後ろがね、大概のやつは後ろが弱点だね、きっとね。はあ、暴発しちゃったわ。こっち行けない。行けないね。あれ、強化版66尾じゃない。いいよ。あ、でもな、大丈夫。うー、やっぱりなんかいる。いや、なんもいないの。お、すごいの。忍者ここまで来てるよ。いいよ。お、なになに。わー、やべ、艦長。うわあ、なんだこれ。もうどうすんのよ、こんなに。やるな。あ、間違えちゃった。すまん。え、でででで、やばいやばいやばい。あぶな。服部君、自分でね、なんとかしてくださいよ。助け
けられた。艦長、あ、危ない。こんな艦長食らったら即死だから、肛門破裂しちゃいますよ。あ、うまいね。いいじゃん、服部君。あと、よし、すべて退けたようだ。あ、なるほどね。ここは大変だよ、この橋は。おざかしい徳川勢に、天下は我ら藤吉郎様のものになるというのに。あれ、あっちの扉ってこれで開かない。あ、なんか足が速くなってる。あ、なんか足の速くなるなんかをあれかな、取ったのかな。あ、元に戻ってる。元に戻る。あ、ちょっと速くなってる。あ、元に戻ってるわ。さっきの足速いの良かったのにな。お、スネこっち、どこや、どこにいるんや。開いたわ。この書いてる音ね、ちょっと嫌だな。地肌を書く音にそっくり。もうちょっと可愛い音なかったかな。小玉があんなに可愛らしいね、鳴き声というかね、音だったから。スネこっち、もうちょっと、おっ、びっくりしたよ。貴殿との再会が戦場とは嬉しいものよ。戦うかい。いつやの恩返させてもらうぞ。マジで3人行動、まあ、スネこっちも合わせたら4人行動だね。え、これ下でいいのかな。まだこっち。ヒドロ、タタカツシ、いいよ、あ、いいよ。あべ、ここボスいるじゃん。ボスじゃないの、ボスじゃないの。この槍で貴様の首もらい受ける。誰や。ホルトス、まあ、2人に任せたけどね、なんとかなんじゃないかな。2人の戦いをちょっとね見守りましょう。頑張れ頑張れ。おお、さすがでございます。ああ、森吉成ですか。長吉だっけ、息子ね。乱丸もそうですけどね。長吉はもう頭がおかしいっていうので有名でございますけど。ああ、ああ、誰誰、お前か。ナイスナイスバッティング君に。ていうか半蔵が槍っていうのもなかなかね、鎖鎌じゃないんかいっていう感じだけど。ここ行けない。いるじゃん。小玉と悪小玉がいるじゃん。下から回り込むのね。そういうことなんじゃないですか。うう。おい。また間違っちゃった。なんやねん。次は何？ああ、かしこまりましたね。焼酎やっとりますから、こっちは。しょっちゅうエレガント挨拶してますから。あったっす。服部くんは手裏剣とね、あれじゃないかな、鎖鎌が似合うんじゃないかな、槍よりね。
まあ、戦場はね、槍の方がね、俺服部君の友達じゃない。おうおう、どこにいんの？あそこね。頼むよ、あと2人にお任せするわ。あああった、これなのよ、仁王はこれですよ。参っちゃうぜ。え、こっからまた橋にいるのな。え、もう橋にいらないって。なんか敵はおお、ナイスカウンター。パーカーする？あんまり効かないの。さあ戻りましょう。堀吉成とかいんのかな。またね。いけいけ。危ないよ。ああ組打ちされとるやん。何事もなかったかのように立ち上がってますけど、本当の戦だったら死んでますからね。そこにいるのは分かってるんだ。そう、上に小玉と悪小玉がいたんだけどな。これが罠でしたよ。これが、どうやっていくんだろうね。おやばいばい。お、落ちる落ちる。あったー、さよなら。そんなに深いのここ。怖いねー。こっちに行くのが、どっちに行くのか、あ、こっちに行くのが正規ルートということは逆に行った方がいいね。ショートカットじゃない、ここ違う。ああ、分かった、最初のね、宝物があるとか言ってたところか。アルトス、あ、なんかいるよ、なんかいるぞ、ミナロン州。そろそろ社がないとやばいんじゃないですか。なんという数、見つかればなぶり殺しじゃな。いた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 。お二人、お二人。先生方。おい。おお。狙い撃たれとるって。小田マッチの音が してるね。どっから撃ってきた。見えないね。この上に小田マッチいるんじゃない。いたわ。お帰り、登ってこなくていいから。いた、あそこか。危な、
ルル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 ル、やばい、死ぬ。ほら、ナイス。ちょ、どっから撃ってきてんの。お前か、許さねえ。落ちる落ちる。ああ、落ちちゃった、こっちが落ちちゃったわ。先生方、ちょっと一回打たせてもらっていいですか。なんかに役立ったと思いたいね。あ、いるわ、でかいのいるわ。生ハゲじゃないだろうな。頼みますよ。こいつおとりじゃねえだろうな。まあ一応いないですけど。おう、先生方静かにしてください。こっそりこっそり寄ってんだから。おうおう、ほら、ナイスナイスバッティング君がいるじゃん。ちょ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 、危ない。ナイスバッティング君は、これがやばいんだから。危ない。なんか戦うつか、なんかゴニョゴニョ言っとりますけれども、おナイス先生方、やってくれたのね。あ、どっかでぷよぷよ音がするわ。おお、ゲドッチ。降りてくるのね。そうだよね、さっき特攻用があったところだね。あ、こっち、まあ、うまいことできとりますやん。あ、さっきのとこじゃん。ここはどうやっていくの。ちょ、先生方が邪魔だね。向こうから行くの。向こう行けた、こっち。あ、でもほら、ウォーカーがある。ほら、もうこっち側からも行けないやん。なんかヒントあるんじゃない。登れるとこはここか。登れねえのかい。ここは難しいね。塗り壁でもいるかな。これでいける？いけないじゃんこれ。どうなんだろう。ちょっと先生方がいるからね。いや、これがヒントだと思ったけどな。いけないなぁ。いけないのかなぁ、これ。残念。今はわからないと。あ、さっきからここぐるぐるしてるだけか。うわ、なんかいる。間違えちゃった。会いたい。3人いたらね、文字の知恵って言いますからね。
でも3人いればいいんですよ。強いですから。徳川方は劣勢、ここで流れを変えねばならん、うん、わしと忠勝殿は家康様と合流し、あ、敵方の主力を一気に叩く。お別れですか先生方。案ずるな。それがしと半蔵殿がおる。この坂は誰にも登らせぬ。秘伝は何としても陶器汁を止めよ。頼んだぞ。ということは何秀吉と戦うの。うわお前か。間違った間違った間違った。社がある。それは助かるよ。危ない。これ撃てるじゃん。あ、もしかしてこれでさっきの小玉のところ壊せない。なことないですか。なことない。ぽいけどな。ぽいよね。でも分かんないから、とりあえずいいや。いよいよ怪しげな気が濃くなってきよったの。本当ですね。お城を止めねば、この国は闇に包まれてしまう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。イエスマスター、行きましょう。多くねえか。しかもまた誰か武将が守っとるやん。ならばこのわしが相手じゃ。誰じゃ。池田輝政さん。あ、池田恒興か。池田入道か。おお、すごい技出してくるじゃん。やるじゃん。あ、はい、なんかやるところだった。今なんだそのかっこいいな。その技かっこいいわ。あ、ちょ、誰だ。一人が抗ったところで、もはや何も変えられぬ。もはや天下は陶器町目の誰かな。この感じだとやっぱ、あ、今瞬きしませんでした。気のせいかな。瞬きしとるやんけ。壊し、いや、まだ死んではないのか。にしてもね。あ、危ない。まあ音でバレないっていうのはね。バレてたわ。
あーなんで、もうちょっとひるむんじゃないの。それでいいよ。あった、毒じゃん。危ない。音がする。あー、カッパッチ。ここは何かな、誰かな。うん、怖いか。いいじゃん。あー、うまい。うまく避けてくるぜ。ウブメもこの月が結構入りますから、近づいてくる敵には月の方がいいかな。あいだ、こんなとこに隠れてんのかい。そりゃわかんねえわ。アルトス。本当にお前一人だろうな。あった。あ、足速くなる薬飲んだの。おう、あ、切れちゃうんじゃないこれ。足の速くなる薬がドーピングです。いや、これボス戦ですよね、絶対。どうかな、いけます。誰、やっぱり秀吉かな。来たか。秀吉と戦うんですか。邪魔だせんが。まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。なかなかの申し出だね。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは、所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。ラスボスですね。強情なやつだな。あれ、これラストなんですか。そうなんだ。だがこれで終わり。死ぬ奴には何もやらん。よ。あ、早いわ、動きが。
動きが早い敵嫌いなんだよね。ネタバレは禁止ですよ。なるほどね。なんやなんやなんや、ずっとじゃねえ。死んじゃった。いやでもそんな、これラスボスですか。そんな強くないんだけどね。いややっぱりね、柴田勝家とかと戦ったからね。あれこっちでいいんだっけ。あ、芸道兵いるのか。めんどくさいですね。死んだ時に当たりますよ。なるほど。いや今勝てそうだったんだけどな。ちょっとあれだね、余裕をぶっこきすぎたのかな。でもな、あいつやっぱ水ですかね、これもね。え、今何？何が起こった？なんか飲むだろう、やっぱ。あ、いた、やばい。やべ、なんか遅くなってるような気がしないでない。ああそれ追尾性能高い。
なになにこれ、いやその後半ずるい、それもう今いけそうだったのに、妖怪化してもうそんなになんかあれだよね、長く持たなかったな。あ、どうしよう、攻撃的な攻撃用の陰陽術を一個つけとこうかな。あ、そっか、気力回復とかか。これをやめて、なんか飛ばす系の、なるほど、これどうかな。雷と炎を出してきてるからこれじゃない？水じゃないですか。これね、水玉はここにしたいな。3個打てればなんとかなるでしょう。バフかけてなかった。あれ？あ、いいのか。2つセットされてるのか。参ったぜ。1つでいいのに。カリファ外した。それ鑑定し、いやーこれまたもう勝てそうで勝てない相手。
今のだってくるくる回る技は初めて見ましたよ。まいっちゃうね。バカ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 、危な、死んじゃう。なんでもう一匹いるんだよ。そんなお前か。しまった、こんなところでね。あ、似合います。やっぱ吹っかけてますね。あ、また間違えちゃないっすか。参ったね。動きが早いわ。あ、そうだ、動きを遅くする札あったんじゃないですか。そうやで。これや、これやで。これは増やせないですね。あ、違う、こっちだ。ここまで行けるやん。で、これをどこに入れようかな。ここです。4つが最大。どこ抜いても4つが最大ね。勝てそうなんだけどな。微妙なラインでございます。
何回攻撃してくるのかね、ちょっとまだ分かんない。これじゃまともに食らっちゃまずい。ああ、もうそれをまともに食らっちゃまずい。もうどうしようかな。あ、そっか、動きを遅くする札を持ってったのに。やばいやばいやばい。あ、遅くはなってるね。無駄。やばい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 。もう。陰陽玉はダメかもね。まあでもちょっとずつね、ちょっとずつ分かってきてるわこれ。もうとほほ、そっか、またスネコッチを頼りにしなきゃダメかな。やばいやばいやばい、こんなところでね、もう一個使っちゃう。あれ、確かに動きは遅くなったけど、そんなに長い時間じゃないね。参ったぜ。これで決めよう。行こう。危ない、助かった。
ルルブブブ、なんだその後半まずい。そうだ、それはダメよ。おい、おい、やばい。今のは勝てたろ。まい、もう今の勝ってかないとね。そっか、霊石も持ってった方がいいかな。やばい、招き猫がもうあと3匹しかいない。そっか、アムリッターでね。どれでいい？これがいいのかな。ちょっと迷ったもんね、今ね。参っちゃったな。間違っちゃった。危ない。おい、こんなところで一発当てられたら困るな。いや、もうこれで決めよう。使っちゃおう全部。こっちは強いね。これで終わりですか。ちょっとちょっとそっちに。これで終わり。
なわけないよね。なわけないと思いますよ。あのバッグみたいなのを使ってるやつがいるからね。あいつが最後じゃない。ジジイ。アルタス。まだだ。長い旅路だったぜ。あれがあれば俺は。あ。あれ。死んじゃったんじゃない？秀吉。あれどうなの？おい。やっぱ出てくるよね。あいつが。ああ、なるほど。アルタス。妖怪化してしまうと。今のもちょっと妖怪人見てましたけどね。なるほどね。いややっぱババそうですね。勝家戦は面白かったわ。あれは何回でもできそうな感じ。ちゃんとこう隙がちゃんと分かりやすいんでね。あれはぜひ個人的にもう一回、もうちょっとスキルとかをねアップさせて戦いたいかな。別に今のスキルでも全然上手い方はねクリアできるくらいの動きだったかな。いやでもすごいいいボス でしたね。勝家は。秀吉はちょっとなんかズルが過ぎるって感じだね。まあ今日はねちょっとこんな感じでね終わらせていただきますけれども、まあダークヒーロー感を今回はテーマにお送りしましたね。まあマーベルのね新しいこうダークファンタジーのダークヒーロー。お疲れ様でした。アルタス。あポシタさん、アルタスね。こういったダークヒーロー感が出た衣装をねもっと増やしていただけるとねありがたいんですけれども、では今日はこの辺で失礼させていただきますよ。アルタス、失礼いたします。